して他のメンバーが守備に戻りました。浮かしてきたラインの裏に送ります。ユウが流して、うん、サイドバックも左サイドもそしてセンターバックもできる選手。さあディームが抜けてくる、うん、チャンスだ。セネガル折り返してシュートだ。カディガのシュートでした。オフサイドありません。トレゼゲ、トレゼゲがトレゼゲアート倒されましたが、ここはファールなし。アンリがトレゼゲ、トレゼゲ、トレゼゲのシュート、ポストだ。見えてくるような動きでここですね。逆を取って完全に決まったかなと思うシーンでしたね。スピードに返した、チャンスだ。セネガル折り返してくる、ドーンと決まった。セネガル先制。ブバディオフ、21世紀ワールドカップ最初のゴールは初出場のセネガルによってもたらされました。前半の30分、セネガル歓喜の先制点。それをディーフのスピードがもたらしました。左サイドなんですよね。このやっぱ守備というのも、ね、結構上手なんですけども、でまたここのゴールラインのところに持ち込まれるということは、本当にこれ今プティが最初触ってますよね。ディフェンスというのも厳しいわけですよ、クリアするにしても自分のゴール